マラソングランドチャンピオンシップ木なめりりょうは日本の男子陸上競技選手。専門は長距離走、マラソン。三菱重工マラソン部に所属し、同部の首相を務める。妻は高校の先輩にもあたる元陸上長距離選手の藤田真由美。長崎県出身。慶北高等学校卒業後の2009年に地元の三菱重工長崎に入社し、 マラソン部に所属する。同期には後にアジア大会で男子マラソン銀メダルを獲得する松村光平がおり、共にマラソンをやるつもりで入社したと語る。2014年の別府大分毎日マラソンでマラソンデビューを果たし、マラソンに積極的に取り組むが、同年には日本選手権5000メートルで入賞するなど、スピードランナーとしての一面も持つ。 2016年4月に松村光平から首相を引き継ぎ、同年8月の北海道マラソンでは37キロ付近で、自らスパートを仕掛け、マラソン初優勝を果たす。駅伝でも、首相として部を経営し、九州実業団毎日駅伝では、過去43度の優勝を誇る名門、旭化成陸上部を破り初優勝。過去最高順位の4位から大躍進した。 2017年元日のニューイヤー駅伝では過去最高順位である前年の11位を上回る8位入賞を目標に掲げ結果として目標と過去最高順位を大きく上回る4位入賞を果たした2018年2月の東京マラソン2018では戦闘のハイペースにはつかずに広報集団で自重しレース後半で追い上げる形式に 3 0トル付近から日本人3位争いの集団に加わり、3 9トルあたりできなめり自ら集団を抜け出していく。結果マラソン、日本記録を5秒更新した、設楽優太や、2時間6分台をマークした同様の、井上博人には及ばなかったが、きなめり自身初のサブ点をマークする2時間8分台の自己記録を達成、総合のない。 日本人三着でフィニッシュ。これにより、マラソングランドチャンピオンシップ出場権を獲得した。ありがとうございます。